太平洋岸自転車道の標識太平洋岸自転車道は太平洋沿岸に整備中の自転車道群である。千葉県銚子市から和歌山県肩海岸まで全長 1200km にも及ぶ太平洋岸沿いの大規模なサイクリングロードである。二つのルートが設定されている区間を含めた総延長は約 1400km。国と 沿道6県などによる太平洋岸自転車道推進協議会が設立され、標識、表示などの統一と2020年東京オリンピックまでの整備で合意した。太平洋岸自転車道は大規模自転車道整備事業の目玉の一つとして構想された。1973年2月23日の衆議院交通安全対策特別委員会で政府委員、 菊池光を建設小道路局長は、単独の自転車だけしか通らない県道として、鹿島から房総半島を一周して、伊豆半島を通り、そのまま和歌山の方紀伊半島まで行くというような、太平洋岸自転車道の整備を可能にする措置を講じたいと発言している。また同局長の1974年2月20日の衆議院交通安全対策特別委員会での、 発言では、レクリエーション的なものが大きいとされている。東京オリンピックに合わせた整備では、ナショナルサイクルルートの要件を満たすべく、ゲートウェイ施設や、休憩施設、宿泊施設を整備する一方、専用道路に限らず、既存の車道に自転車ナビライン等を表示する、車道混在整備を併用することで実現を目指しており、初期の整備を2021年1月までに終え、 第2次ナショナルサイクルルートで指定された。以下の道は、大規模自転車道事業の一環で自転車歩行者、専用道路として整備された、もしくはその計画であったものである。2020年のナショナルサイクルルートに向けての整備では、青少外パス沿いの一般国道1号、太平洋岸自転車道大磯区間などのように、専用道路として整備された区間もあるが、 専用道路は 196km にとどまっている。他は既存の道路に矢羽根を表示する、車道混在整備を施した区間が大半である。東京湾港と伊勢湾港は、船の利用を想定している。ナショナルサイクルルート指定要件である、ゲートウェイ施設には、以下の施設が指定されている。ありがとうございます。